お邪魔するぞ。あのね、でもね、寒い冬にぴったりのラー油鍋はいかがかな。担々麺や麻婆豆腐の辛味調味料に使っても気持ちいいじゃろう。ハオチーは中国語で美味しいという意味じゃ。なになに、ハオチーな話をもっと聞きたいとな。ではこの次また話そう。